ばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、皆様に発表があります。実は私のチャンネルってもう1年以上前からかな、2人で動画を作ってるんですよ。っていうのも、編集マンの方が1人いまして、その編集マンと一緒に作業を分担して動画を作ってるんですね。今私って週に2、3本投稿なんですけども、今後やっぱりもっと YouTube 頑張っていきたいなっていう気持ちが強いので、新たにもう1人編集マンさんを迎え入れさせていただくことになりました。なので今回の動画はいつもの動画と違ってその企画とかそういうのではなくて、新しい編集マンさんの編集力を私がテストするっていうちょっと変わった動画です。やっぱり動画編集ってさ、こうやって文字が今も出てると思うんですけども、文字が出たり効果音とか BGM とかいろいろやると思うんですけども、今回入っていただく編集マンっていうのが実はまだ登録者3万人ぐらいの時かな、その頃にずっと裏方として手伝ってくださっていた方で、また一緒に何かやりたいなっていうことで、今まではマネージャーに近いことをやっていただいてたんですけども、今後編集をしていただくっていう感じなんですね。なので今青木かのんチャンネルに出てるようなテロップびっしり効果音バリバリ入ってますみたいな、いきなりそのレベルでやるのってかなりきついと思うんですね。なので今回テスト動画を撮りたいなと思ってカメラ回してます。やばいよね。普通こういう裏側見せないよ。なので今日はですね、何個かそのテストの項目を用意しました。っていうのも YouTuber って商品レビューやったりとか、日常系やったりとか、リアクションしたりとか、あと食レポしたりとか、いろいろあるんで、4つぐらいかな。編集マンさんにテストしていただきます。お願いします。編集マンさんの名前が N さんです。N さんお願いします。そしたら、テスト開始。まずは1つ目。YouTuber の基本って言ったら、食レポ。青木かのんのスイッチ入れます。今日は、スターバックスで飲み物を買ってきました。今から商品名を言うので、その時にテロップベース出して、商品名と同時に表示をお願いします。私が今回買った飲み物はこちらです。ダークモカフラペチーノです。うまそう。出ました？ OK。いつもこんな感じにやってるんですよ。普段はカットして皆さんに見えないようになってるんですけども、ほんとこんな感じでやってますね。では、今から飲んでいきます。甘くて美味しい。なんかシャキシャキした氷が入ってて、すごく美味しいです。なんか私もやりにくいな、これ。こんな感じで別にかしこまってやんないんで、とりあえず食レポの項目はここまでです。ではですね、2つ目の項目いきます。商品レビュー。N さんお願いしますよ。さっきの応用ですよ。そのテロップベース、さっき下に出したじゃないですか、商品名の。それを今度はスペック表としてここに出します。じゃあいきますよ。今日紹介するガジェットはこちらです。iPhone 12 Pro。そうなんですよ。この iPhone は画素数が1200万画素なんです。綺麗な高画質な写真が撮ることができます。1200万画素ちょっと合ってるかわかんないんですけども、ちょっと練習でやってるんで、ちょっとごめんなさい。私もスペック表わかんないですけども。で、今私間違ったかもしれないじゃないですか。で、本当に間違ってたら、ここに米印、訂正、1300万画素みたいな感じで訂正を入れたりする場合もあります。そしてですね、最近私、このアクセサリーも買いました。こちらです。で、ここでまたあれですよ。N さん、テロップベースですよ。レザーウォレットです。見てください。こちら。レザーウォレットは、このように iPhone の背面に磁石でくっつくことができるんですよ。ほら。これで買い物も楽になりますね。はい。これが、あれですよ。2個目のお題ですよ。おさらいすると、さっきが食レポ。2つ目が商品レビューです。そしたらじゃあ次。日常系の動画での応用編。日常系の動画っていうのはどっちかっていうと、なんか身内っぽいような話をするじゃないですか。言いますよ。皆さん、聞いてください。この前、私、仲のいい YouTuber さんに会って、ケロケロますみさんっていう方なんですね。で、えなさん、ケロケロますみさんって言った瞬間に、ケロケロますみさんの YouTube アイコンをここに出しながら進行してください。で、その方がですね、なんか私に差し入れっていう形で、イソップの保湿ミストを私にくれたんですよ。商品名が、イミディエイトモイスチャーフェイシャルイドロソールっていうやつなんですよね。で、今私が口で商品名言ったじゃないですか。で、その口で言った商品名で文字を打つのではなく、実際に商品名をネットで検索して、文字列をちゃんと合ってるかどうかを確認しながら入力お願いします。やっぱ視聴者さんにこうちゃんと情報を伝えるっていうのはめちゃめちゃ重要なんでお願いします。今やってて私思ったのが、全ての動画でなんかいろいろと応用が効いてるんですね。なんか改めて気づいたかも。当たり前か。商品レビューとか食レポとか、いろんな動画のテイストがなんか全ての動画に活かされてますね。何の話だこれ。で、今何の話だこれって今言ったじゃないですか。何の話だこれを、ちょっとあえてバカっぽいフォントにすると、余計に際立って面白くなると思いますので、お願いします。じゃあちょっと、この匂いを確かめてみますね。おー、いい匂いだ。今またここで私、ちょっと止まってるじゃないですか。それはエコーをさせるために確保してる間っていうことで、さっきもお伝えしたと思うんですけども、ここでまた応用してください。OK。そしたら次は4つ目、リアクションです。リアクションっていうか、奇妙な行動と書いて奇行。着せ上げて、ふえーってやるやつ。私の動画って基本的に全部にテロップ入れるじゃないですか、喋った言葉。ふえーって結構文字起こし大変だと思うんですよ。人によっては、ふえーって言ったのが、カタカナのひに、ちっちゃいひえーいみたいなっていう風に解釈する編集マンもいたりすれば、はひふへほのふーにちっちゃいでふえーいみたいな、ひえーいふえーいみたいな。なのでそれは N さんがどう解釈するかはお任せします。じゃあ今から気候やっていきますね。なんじゃこりゃ。そうこれもですよ、さっきの応用です。なんじゃこりゃって言った時もバカっぽいフォントであるとバカっぽくなります。ピエーイ、これもリアクションです。ピエーイって言った瞬間にここでテロップ出すよりかは、ここにテロップでピエーイってバカっぽいテロップで入れた方がバカ度が際立ちます。バカ度が際立ちますって言ったところもエコーでかけると、今の私のこの固まってる間が活かされます。バカ度が際立ちます。じゃあいきますよ。じゃあ気候をやりますので文字起こしをお願いします。いくぜ。あ、これなんか美味しそうだな。飲んでみよう。美味しい。今固まってますよね。固まってるのはなぜかというと、ツッコミテロップを待ってるんですよ。ハテナだけ1文字を入れます。結構デカめに。こんなちっちゃいと意味ないから。同時に効果音でカンってやつ入れると、面白くなりますよ。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、新しく入ってくださる編集マンさんに、ちょっと私から練習問題として4つテストをさせていただきました。やっぱり最初の編集し始めの頃って、お互い何をしたらいいかってわかんないじゃないですか。多分だんだん慣れていくと、あ、カノンさんはこういう感じが好きだから、こういう風に作っとけば、多分いいだろうなっていうのは、もう空気感的にわかるようにはなると思うんですけども、最初はやっぱり、逐一、ここはこうしてください。ここはこうした方が面白くなると思いますっていう意思伝達をしないといけないと思うんで、今回は、あえてその部分を視聴者さんに見せて、YouTube の制作の裏側みたいな。制作ってこと大それたことしてないんだけどな。はい、ここで、なんだこいつって入れてください、テロップで。米印、なんだこいつ。こいつはカタカナです。ひらがなよりカタカナが面白いと思うんで、こいつ。で、丸。必ず丸を入れてください。なんだこいつ。そう。さっき言った今いる編集マンさんと私はどんな感じで動画作ってるかっていうと、テロップはお願いします。カットは私がします。じゃあ、交換はそちらお願いします。BGM は私がやります。みたいな感じでお願いしてます。今後ですね、もう一人編集マンさんが N さんです。N さんが入ることによって、もっと動画の本数が増えると思いますので、より一層ですね、青木かのんチャンネル頑張って YouTube 活動をしていきたいと思います。ということで、今回の動画はこの辺にします。また次の動画でお会いしましょう。